もう釣れたの？もう釣れたの？ジグ？おお、すげえ。ナイス。ステンマルいきます。よいしょ。ロッドは今回新調したゲームのフルベンド使います。これで今日は使い倒します。フルソリッドの竿はあまりいい印象がなかったのですが、ネットでの反響が良かったので実機を触らず購入しちゃいました。水深26メーター。お、来た来た。何これ、アジアジじゃん。初ヒットアジじゃん。ベイトがアジってことか。そのまま泳がしてもいいかもしれんね。初ヒットアジじゃった。ナイスアジ。ベイトか。えい、アジか。うねりが意外とあるですね今日。アジばっかりです。それになってると思うんですけど。ただちょっとこの俺うねりやられかけてて。ああ、それわかるっす。飲んでないんですよ今日。飲んでくんの忘れた。と収まるまで島の裏行っておきます。はい。ちょっと船酔いしました。船酔いしたんでちょっと休憩です。どうもこんにちは、ウボスチャンネル、ウボスです。今日はね、山口県日本海で釣りしております。で、朝一ちょっと沖の方に出て釣りしてたんだけど、うねりが今日ちょっとすごくて、一回港に戻ってちょっと休憩して、また釣り再開、まあ内湾の波の穏やかなところでちょっとやろうと思います。ちょっと今日うねりがひどくてね、そうジグ、そう今回ねロッド新調しました。ゲームのフルベンドっていうロッドを買いましたの2番ですね。ベイトの2番です。これがね2024年9月発売だったかなのフルベンド、フルソリッドってことになります。今内湾の方に来て、平場でちょっとタイを狙っていこうと思います。タイと根魚か。さっきはちょっとバチャバチャ言ってるからなんかいるんかな。おお、もう当たってる。1投目やで。追っかけてこんか。もう一回落とそうか。ちょうどねずっと5メーターぐらい上に何か映ってる。何やろ。おっ、おお、来た来た。いいね。ここで食ったよ。水深30メーターです。あんま引かねえ。根魚かな。全然引かん。マジ重いだけ。あと10メーター。トン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 。ああ。糸よりちゃん。ちょっと小さいね。糸よりちゃんでした。初ヒット。糸より。ちょっと小さいけど、もうちょっと傷が入っちゃったから今日持って帰ろうか。ごめんね。ちょっと傷入っちゃったから持って帰ります。糸よりちゃんゲットだぜ。小さいな。塩焼きいけるか。よいしょ。今日の目標は5種類の魚か。なんである程度釣れたら違う釣りを試していったりします。まず糸より、アジはノーアジも一応1匹か。アジと今糸より2種類今釣ってます。
ちょっと表層に近い方がちょっとベイト反応がいいんで、ジグを投げて表層あたり引っ張ろうと思います。なんかおるね。でもね、これにしよう。 TG ベイトスリム、 TG ベイトスリムの 45g ハゲハゲバージョンです。こっち側ちょっとハゲてない、こっちはもうハゲてて色がない。ちょっと投げて中層引っ張ります。マジやった、着底と同時に食ってる。わからんかった。ドラグは出んけど、まあまあ起きそう。よし、首振ってる首振ってる。なんやこいつ。お、糸よりさん、お持ち帰りサイズゲット。よいしょ、よし、まあまあでかいぞ。しゃあ、糸よりゲット。40センチぐらいあるね。尻尾の先まで入れていいんだろうか。これまで入れたら結構でかいかもしれない。糸よりゲットです。やり、ヒットジグは TG ベイトスリムの 45g のハゲハゲグリキンです。しゃあ、でかいぞ。よいしょ、もうちょっと平らばやって移動しようかな。とりあえずちょっと平ら場で糸よりか対根魚狙っていきます。きたー、糸よりっぽい当たりだな。糸よりしかいないんかな、逆に。糸よりちっちゃい。どうしようか、リリースしようか、ちっちゃいから。はい、よし、ティップラン始めます。ちょっとエンジンをつけたままなんで、よく声が聞こえないかもしれないけど、エギは 3.5 号のこんな色、茶色っぽいやつ。これで釣れんかったらオレンジとかにね、変えようと思います。お、来た。イカ来た、イカ来た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 。マジマジ。ティップがランしてる、ティップがランしてる。オッケー、ナイス。ティップがランしてます。やったー、ナイス。アオリーでかい、でかい。
お、またティップがありました。すっげえマジ釣れるやんこれ。おもろ。はい、2杯目。おお、やられた。ワイヤーじゃっけ。結構大きいかも。よいしょ。あ、ワイヤー。よっしゃ。アオリゲット。でかい。めっちゃ釣れる。はい、よいしょ、ゲット。よっしゃ、終わり。さらにゲットです。よいしょ、はい、ゲット。結構でかいね、アキイカなのに。よし、6杯目。来たー、ヒット。ナイスフィッシュ、フィッシュじゃないか。来たー、ヒットが来ました。すっげえ、めっちゃ釣れるやん。めっちゃ釣れる。来た、よし、来た。タイガーは来た。3、2、1。糸よりのスレがかり。なんかこれも分かってきたな、スレがかりっていうのは。あ、スレじゃないんだ。糸よりゲット、やり。糸よりって超綺麗よね、この黄色の線が。おお、めっちゃ綺麗。レンチャンヒット。釣れるやん。あ、しかも今回タイっぽい。あ、タイっぽい、タイっぽい。あ、タイじゃ、タイじゃ、タイじゃ。来た。やった、タイじゃ。よし。糸よりだ。今日糸よりの日だ。
でっけ糸よりゲットスタートのマジカーリーです。でかいな今回ちょっと。もうフッキングした。絶対糸よりじゃ、もう糸よりじゃ今日糸よりでいいじゃん。よし糸よりさんじゃねえ。もうあ糸よりさんじゃない来た。マデちゃん会いたかったよ、君に会いたかったの。やったやっとまで来た。やはりやった。ちょっと小さいわ。小さめマデゲット、黒に変えました。落ちパクやん黒。めっちゃ釣れるしあータイかな、すげー叩いてる。糸よりかな、最初だけ暴れる。いや糸よりちゃんだ。よっしゃゲット。ういー糸よりでかい、またでかい糸よりゲットだぜ。スタートの黒で釣れました。なんだ今日糸よりばっかりじゃね。ここで納棺時間となりましたが、最後にイカを釣るまで帰りまってん残業、それは続編動画で紹介したいと思います。お疲れ様でした。ウォッチャンネル、今日は、ジギングメインのつもりがイカが途中でめちゃめちゃ釣れるという情報があったので、途中からイカ釣りにしました。これぐらいのアオリイカが12杯ぐらい釣れてます。あと今日はねタイが釣れなくて1匹、あタイが1匹しか釣れなくて、あとは糸よりこれぐらいのサイズの糸よりが4匹5匹ぐらい釣れてます。そうタイもねあんま大きくなくて釣れてもこのサイズでした。はいよいしょ。では今日はお疲れ様でした。ちょっと残業してね長時間の釣りになったんだけど、今から気をつけて帰ろうと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ウボスでした。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。この動画のグッドボタン、チャンネル登録をして次回動画をお楽しみください。それではまたお会いしましょう。釣りいいね。